同い年の2人の対戦となりました。ここまで50戦しています。33勝 17KO 勝ちの松倉で、昨年4月 K1 復帰から神保戦がありました。平子さん、はい、その戦いはもう大会ベストバウトにも選ばれて、はい、松倉はやっぱりそれはそれで嬉しいんだけれどもというところなんですね、今は。壮絶な殴り合いの果てでやっぱり勝ちたかったでしょうから、そうですね。ただイゴール・シューバ選手もすごく直線的で圧のある選手ですから、ここはもうがっつりと噛み合うんじゃないですかね。あのヨハン選手の欠場を受けて、ここ急オファーでシューバがやってきましたが、ここまで17勝4敗 7KO というファイターです。松倉はテクニック、力強さを持ち合わせたいい選手と、でも自分はもっと攻撃的と青いグローブシューバーは語っています。さあゆうちゃみさん、はい、神保は敗れてしまいました。松倉はどうかというミドル級ですよね。そうですね、松倉選手頑張ってほしいです、ね、もうどっちが勝つとか見当もつかないです。はい、まあ、でも力強い攻撃シューバー、うん、佐藤さん、はい、まだ出だしですけれどもね、これ前蹴りであったりいろいろ技もありますよ ね、 そうですね。この序盤の技の出力は相当高いですからね、はい、イゴールもシューバーも、この序盤気をつけないといけないですね、はい、この段階から繰り出してるって意味なんですね、はい。ああ今も足フェイント、ワンツーのパンチには右のミドルキック、さらに拳集中してくるイゴール・シューバー、このラッシュ、この野生的な戦い、これが最大の武器です。でも最初強いのは分かってると思うんで、はい、ここからですよね、松倉、はい。まあ、神保戦の振り返りですけれどもね、自分の方がテクニックより気合でやってしまったと、そんな風に語っています。つまりその神保選手のやる戦いを自分がやっちゃったんだっていうことだったんですね。松倉です。松倉には松倉の、ね、緻密さっていうのがありますので、コツコツいく感じとか、はい、これを徹底してほしいですよね。そうですね、このイゴールの勢いに付き合っちゃうと、はい、そのまま巻き込まれちゃいますから。元来のパワー、それをカーフキックに見せてイゴールシューバー、青いグローブです。今距離、ここ冷静に取ろうとします。まあ、ちょっとローキックのカットもありませんが、松倉左一発、まあ、シューバーも少し佐藤さん落ち着きましたからね、この辺り、ね、はい、膝の横へ蹴り、もう一発返していく松倉。シューバーのローキックもそうですね。いやそうですね、まあ、体重を思い切り乗せていきます。左足でのフェイントも特に使って、右ローキック、カーフキック、ここも一発、さらに打って重ねてまいります。それからボディへの蹴りもある。左外からロングリーチを生かすフックです。本当に選手の欠場というのもいくつかありましたが、平子さん、それももうシューバーにとってはもう大チャンスですもんね。 そうですよね。そして少ないチャンス、今まで小さいプロモーションで戦ってきました。あーカーフキック、ちょっと佐藤さん、これ松倉の状態どうでしょう。今ちょっとカーフの膝の方に入りましたね、はい、あれ、はい、痛いですよ、横からだと怖いですね、はい、逆関節になりますね、はい、間もなく残り20秒、カーフキックは松倉空振りさせました。もう一発パンチにはステップバック、松倉距離の設定徐々に細かくなされてきたか。残り10秒切っています。より落ち着いてという攻防に見える。左ミドルキック、代々木第一競技場に鳴り響いたところで第一ラウンド終了です。さあ平子祐希さん、どんな風に睨みましたか。はい、シーバ選手本当にパワーすごいんですけども、はい、スーッと前に出た時に松倉選手がカーフキックを結構細かく合わせてるんですよね、はい、あれが後半ちょっと出づらくなってくる要因になれば、うん、よりね、またさっきの強烈な左ミドルのように攻撃出しやすくなるのかなとも思いますけども、はい、ゆうちゃみさんはどんな印象ですか。はい、やっぱイゴール選手の体力が半端ないなっていうか、ね、パワフルな感じがすごいんで、はい、第2ラウンド第3ラウンドどこまで体力をこう使ってくるのかなっていうのは楽しみです。ちょっとこう獣っていうキーワードを、ね、いい意味で出てきそうな、体力が尽きなさそうな感じがいいですね。はい、秋山芳弘選手ですね。これ秋山芳弘選手、松倉慎太郎選手とはもうずっとトレーニング一緒に行ってきた、そんな仲間です。松倉いけるぞという声も飛んでいます。ラウンド2、 K1 に新設なりました75キロリミットミドル級、
さあその柱にならなければいけない松倉慎太郎、第1試合では神保克也が敗れています。そこで勝ったのがブラジリアンタイズ。続いてのシルバーパンチの応酬、カウンター入った左、はい、左さらに続けてアッパーへ。佐藤さん、松倉がこうコース見えてますかね。はい、今カウンター切りに入りました、はい、ね。まあ、でも当たる箇所はどこでもとこう脳を揺らすような威力がありそうなイゴール・シウバのパンチ。でもイゴールのこの強打に対して松倉は全くあの目そらせないですからね。そうですね、あの1ラウンド目のラッシュでも、はい、見てますよちゃんと。もうそれはある程度パンチが見えさえすれば威力に対しても大丈夫だというふうに。あ、そうなんですよ、はい、あのパンチを強くても見えてさえいれば倒れないですからね、まあ、平子さん、なんといってもあの神保克也戦っていうのはとてつもない打ち合いでしたもんね。でも今日は本当に先ほどもそうですけども、はい、深追いはしないですよね。すごく冷静ですね、はい。まあ、今も確かにコーナー付近まで一度は至りましたが、下がってリング中央パンチに左のミドルキック合わせていきます。ブレイク、まあ、近いとこうしてブレイク。残り1分45秒を切っています。佐藤さん、松倉第2ラウンド、まあ、ローキックもカットしました。これでいいんですか。いいですね、この技術のテクニック、純粋なテクニックの差が少しずつ出てますね。はは、まあ、となると国内随一、うわ右フックは怖い。シウバのパンチなぎ倒さんと繰り出される。1ラウンド目はイゴールの大振りで、はい、自分で体をあの泳がなかったんですけど、だいぶぶれてますよね軸が。そうですね、まあ、そこにボディフック追い打ちのように攻撃、右ストレート。でも今カウンターで松倉のカーフキック入ってるんですよ、はい、うまいですね下段の蹴り、まあ、違った武器を必ず繰り出して、イゴールが出してくるパンチに対してカウン、はい、蹴りでカウンター入れてるんですよね。嫌ですよ相手は。そうですね、はい、中段の蹴りもそうですよね、狙ってますよこの蹴りこれ、はい、2号のパンチに対してカーフかミドル、外からの拳。ゆうちゃみさん、はい、どんな印象を持って見てるんですか。そうですね、やっぱ松倉さん、おい、ミニストレート松倉選手という声が聞こえましたが、松倉慎太郎。ゆうちゃみさん、はい、続けて聞きましょう。さすがです、一発ドンピシャリ。いや本当にびっくりしました今、いや平子さん、はい、狙っていたんでしょうかね。なんかカーフでやっぱり意識が多少下に行ってるところもあったんでしょうね。はい、あその戦略やよし。佐藤さん、はい、あまりにも鮮烈にやや唐突にエンディング訪れました。お見事な右ストレートでした ね、はい、うわ、この辺も当たったのが下の蹴りがあってこそですよね、はい、あのもううまく罠を張り巡らせて、最後とどめの右一発って感じ。ちょっと平子さん、この一発だけ速さ違いました。違いましたね、狙い澄ませたっていう感じですよね。計算があったんでしょうね。そうですか、野球な出場となったイゴール・シューバー四方に礼です。そしてリングを去っていきます。でも大事なのはやっぱり佐藤さん、はい、こうやって結果をしっかり出すっていうところまず一つですもんね。今日は綺麗に決めてくれましたからね、2ラウンド2分25秒右フック一線 KO 松倉慎太郎。そして武尊選手もこうやってリング上松倉の汗を拭っています。この後一言ありますかね。松倉、あ、木山選手も、まあ、ほっとしたような表情に見えてまいります。プレゼンターはシフォンオーディション株式会社、2ラウンド決着となりました。岩倉正勝様です。ゆうちゃみさん、はい、日本勢としてはミドル級神保が敗れて松倉が勝ったってことに関してはどうですか。そうですね、やっぱりこう時代が変わってくるのかなって。神保選手も自分が一番だって言ってましたけど、松倉選手も追いかけて一番、はい、こう競うんじゃないかなっていうのは楽しみなところですね、はい。まあ、その昨年9月の横浜祭りでは松倉に敗れているわけですからね、はい。まあ、こうやって平子さん、はい、なんて言うんでしょう、こう戦闘争いっていうのがこうやって繰り広げられていくんでしょうね。つらく海外勢もこうやって入ってきて、はい、どんどんレベルは向上していきますから、ね。でもやっぱ秋山選手と練習してたら、はい、パワーに対してのこの物おじは、はい、確かに免疫はついてるでしょうね。でしょうね。ああ笑顔、左側武尊選手、ノッパデッソンコーチですね、右側。
佐藤さん、やっぱりこの笑顔が見たかったっていう方も多いと思います。そうですね、松倉の笑顔は可愛いですよね。いい笑顔、31歳です。まあ、早くトーナメントやってもらいたいんだっていう考えもありますからね。アマイクです。皆さんこんにちは、チームバッシュレースの松倉慎太郎です。まず本当にこんなにたくさんの方々が会場に来てくださって、アベマで中継を見てくださってる皆様ありがとうございます。ちょっと話が長かったらごめんなさいですけど、前回9月負けて、本当にどん底になったんですけど、まあ、マジで、いろんな人にこう背中を押してもらって応援してもらって、まあ、僕今16敗してるんですけど、まあ、多分本当そこら辺の選手の戦績ぐらい負けちゃってるんですけど、まあ、本当に言葉とか行動とかですごく勇気を持ったり背中を押されたりして、まあ、別に俺が勝ったからって俺が活躍したからって何もないですけど、まあ、本当にね今こう苦しい、いろんな絶対生きてればいろんなことあると思うんですけど、そんな時に僕を見てもらって、 あいつがいけるんだったら、俺もいけるかなってそんな風に少しでも思ってもらえたら嬉しいと思って、腹くくってリングに上がってます。ミドル級今日始まりましたけど、まあ、僕は K-1 のリングに世界チャンピオンになるために戻ってきました。まあ、年齢もねまあまあいい年だし、まあ、見ての通り結構ダメージも溜まってきたんで、早めにね世界中の男の人と3人試合して、K-1 の世界チャンピオン決めてほしいなと思ってて、まあ、神保選手負けちゃいましたけど、まあ、僕がねミドル級引っ張っていくんで、必ずね全員倒して、まあ、言葉が不適切だったら申し訳ないですけど、僕はこのリングに上がるとき自分が死ぬことはもちろん、対戦相手を殺すつもりでリングに上がってます。まあ、腹くくってリング上がってるんで、いろんな選手いろんなねキャラいりますけど、まあ、どの選手より覚悟は決まってリングに上がってると思ってるんで、そこら辺皆さんに見せていきたいなというふうに思ってます。ということで、中村プロデューサー、木原の皆さん、そろそろトーナメントよろしくお願いします。皆さん今日はありがとうございました。まだまだ続きますけど、楽しんでお気をつけてお帰りください。なかなかすいませんでした。平子さん、はい、この力強い言葉はどう捉えましたか。もう今日のこの2試合だけでもこの階級の選手層の厚さはアピールできたと思うんで、はい、早く見たいですよ ね、 そうですね。トーナメントヘビー級やクルーザー級もスタートから盛り上がっていたとは思わないと、階級ができてストーリーができた、そして俺がと松倉慎太郎。あ、そうだ。